ど、史上初の。鷹の海湾が前人未到の快挙を狙う。ソフトバンクのリバン・モイネロ投手がシーズン10勝をかけ、20日の楽天戦に先発。セットアッパーだった昨季まで235ホールドを記録しており、助っ人で通算100ホールド以上と2桁勝利を達成すれば NPB 史上初となる。サワヌはいつもと変わらない試合。しっかり勝って、重賞を目指したい、と淡々と意気込んだ。先発転向1年目の今季はここまでリーグ2位タイの9勝3敗。同トップの防御率 1.50。蔵の一軍投手チーフコーチは勝ち星って運のところもある、とした上で、投球イニング数の多さを評価ポイントに挙げた。モイネロは19試合に登板し、同3位の132回。もう、全然想定以上ですね。ここまでずっとローテーションで回って、このまま行ったら規定、投球、回数もほぼ行くじゃないですか。そこが一番評価できるところじゃないですか、と語った。先発でもこんなに活躍するとは。防御率 1.50 はエグいな。隠れたエースだよな。まだ28歳。メジャーとかいけないかな。モイネロ、頑張れ。ナンジェイマ Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。